全くそんなこと僕考えてません。はい、これで一回、これで一回ですか。さっきみたいにこうつま先立ちでこう立ってみる。で違いがあるかないかを確認します。で今度はもう一回今度は関係の方を貼ってみます。あんま関係ないです。わかんない。わかんない。ってことは違う。もうどっちか。右の膝の感じっていうのと左の膝の感じっていうのの違いを教えてください。違わない違わない違わない、うん、なんか変わったでしょ。いや聞いてるのはこっちですから僕の顔見られても困るんですけど、どんな感じですか。次をやりたくて僕ウズウズしてるんですよ。才能さんが亡くなったってことは聞いたってことはない感じが。じゃあそれ覚えておいてくださいね。もう次やりましょうね。でまだまだこっちにですね痛みがあるわけですよね。でこっちの方をちょっとこれは大丈夫ですか。痛い、ちょっと痛い。これはちょっと痛いですね。痛いですね。これは痛い。この時絶対顔を見てるんですよね。顔にしかこう出てきて、これ痛い。で今度はこれはどうですか。これはそうでもないよ。ということはこの部分ですね、この清潔よりもちょっと斜め下に降りてきてる、うん、関係というべきかこの位置ですよね、ま、この位置に痛みを作られてしまってるわけですよね。で僕はこういう動きがここに痛みを作ったんじゃないかと、浅見先生流に言うとツボが作られたんじゃないかと。これはいいね。でもう一回しゃがみ込んで、どんな感じ。どうも感じない。なんかいつも、ね、左が軽い感じがするんですよ、はい、右が重いって感じしないんですけど、はい、その左が軽いって感じも気にしない。で本当は左も調べると痛みがあるのかもしれませんけど、もう治療としてはこれ以上はもう追いかけないでバランス。